やってきました。鹿が出迎えてくれてる。アンバサダーの山瀬です。今日はですね、鹿島の方へ行って撮影をしたいと思います。スープの何をお伝えしたいの？ハーブティーをスープに使えるということを皆さんにお伝えしたいと思います。いやー、のどかです。誰もいません。コウジさん気持ちいいですね。鹿がいるらしいよ。え、鹿？どこ？ほらほら、鹿いるじゃん。え、どこどこどこ？厳しいだよ。見えてますか？鹿がいます。目があった。かわいいね。かわいいね。今どの辺にいらっしゃいますか？現在地に入る。本当だ。展望台は。はい、では調理場の方にやってきましたけれども、アウトドアですね。風が強い。以前ハーブティーをスープのベースにするという話をしたんですね。そしたらですね、それがどういうふうに使うのか実際やってほしいと要望がありまして、はい、スープのベースにする素晴らしさをお伝えしようと思います。はい、それでは材料です。今日はジャガイモ、これ実家のですね、インカの目覚めという中が黄色いジャガイモです。玉ねぎ、トマト、愛媛県の久万高原のトマトになります。で、人参、で、ニンニク、で、月桂樹の葉、もしあればですね、セロリとか、まあ、ネギ、青いネギとか入れてください。香りが出ます。これはお家で育ててるローズマリーとかオレガノなんですけども、こういうのももしあれば使います。で、お塩にオリーブオイル、これがナツメグになります。クミンで、パプリカパウダーにローズヒップ、ハイビスカスで、実際ハーブティーを煮出したものがこちらになります。ローズヒップとハイビスカスとルイボスのブレンドです。では浩二さんにカットしてもらいます。じゃがいもなんですけれども、素早くエネルギーになる食材なんですね。グリセミック指数の高い食材になります。皮の方にクロロゲン酸といってポリフェノールの一種があるんですね。抗酸化物質を体内に取り入れるということで、うちは基本的に皮使いますね、試合前も。いや、絵が綺麗ですよ、小井さん。後ろ青い海が。サビ。人参をカットしてもらいます。こういうものを野菜のスープに入れたり私するんですね。そうするとですね、植物化学成分が煮汁に溶け出してるので、スープをいただくことって非常に理にかなってるんですね。人参なんですけれども、この色ですね、ベータカロテンですね。体内で必要な分だけビタミン A に変換されます。この皮のところにですね、特に豊富です。なので皮もできれば一緒に使ってあげるといいですね。では玉ねぎお願いします。アリシンがですね、やっぱり豊富でですね、例えば試合前ってビタミン B1 を使うことが多いんですね、豚肉とか。ビタミン B1 の持続力を高めるということで、このアリシンの栄養素っていうのはよく使います。上手ね、こうぞ。小学校の家庭科の授業。トマトをカットしてください。ざく切りね。トマトもですね、リコピンという色素が入っていますね。加熱したり油と一緒に摂取することによって吸収率が上がります。皮にですね、やっぱりリコピン豊富なんで、できれば皮も一緒に食べてほしいなと思います。ニンニクはみじん切りにしていきます。この香りとか野菜の旨味とか、そういうものを生かして十分美味しいスープができます。で、その時に大事になるのがこの香りの強いニンニクですよね。肉、コウジさんどうしたんですか？肉忘れましたね。
鶏の胸肉を本当は持ってきたかったんですね。イミダゾールジペプチドという抗疲労成分が入っている高タンパク低脂肪でビタミン B 群も豊富なので試合前に使えるお肉なんですね。お肉 200g くらいはあとプラスってことだね。そうです。攻守交代です。ロリエ飛んでた。ロリエ1枚飛んできました。いくよ。うん、はい。香りを出すのにまだ加熱してない状態からニンニクを入れていきます。はい、本来であればですね、ここでお肉をね入れるんですけど、うん、お肉を忘れました。肉を炒めた後であれば肉汁でですね野菜が非常に美味しくなりますよ。ちょっと先に味をつけるんですね。はい、そうするとですね旨味がしっかり出てきますので。小林さん人参ちょっと大きかったね。いや後で大丈夫、魔法使って火パッと通るから。小林さんすごいね。俺魔法使えるんだ。ハブティーの出し方っていうのは前回やったと思うんですけども、これローゼルですね。でこれはですねハイビスカス酸とリンゴ酸とクエン酸が入ってるので酸っぱいんですね。相性のいいのがローズヒップ、ビタミン C の爆弾と言われていて、うちはですねこれ丸ごと全部いただくってことをしてるんですね。なので、抽出した後この残りをですねジャムにしたり、あとはそのまま食べちゃいますよね。フラボノイドとかビタミン E とかカロテン、そういう色素成分も入っていて、それぞれが相乗効果になってるんですね。この組み合わせがですね非常に疲労回復に役立つ。今日はルイボスティーもですね一緒に入れてます。ルイボスティーも赤い色素が入ってて、もう植物化学成分の塊なんです。 500cc ぐらいかな、こんな感じ。酸っぱいスープです。で酸っぱいの苦手な人はですねこれペッパーミントブレンドするともう少しまろやかになるんですね。こんな感じでトマトを入れていただきます。でセロリとかね、うん、この香り成分後で取り出してください。でこの月桂樹ですね、これもね香りを出すポイントになります。ナツメグですね入れます。で透過作用のあるクミンですね。でパプリカパウダーですね、味に深みが出ます。ビタミン C も豊富です。これをさらに煮込んでいくわけですね。そうです、そうです。はい、じゃあちょっとさっき味付けしましたね。はい、そこから3分しか経ってません。はい、魔法かけるから俺。魔法？うん、いい。うん、ワン、ツー、スリー。もう出来上がった。本当ですか？もう3分でもこんな。しかもね、今日忘れたはずのひき肉が入ってる。どうしてですか？魔法？魔法だよ、これ。時短です。時短ですね。はい、イタリアンパセリとオレガノを自宅栽培しているものを持ってきました。殺菌作用があったりするので喉の痛みにも効果的です。はい、じゃあこれで完成ですね。はい、完成です。それではいただきます。うまい。体冷えてあったかいスープがめちゃくちゃうまい。おいしいね。まあハンディの味は正直わかりません。だから逆にハーブティーをスープにするのはちょっとなんて思ってる人がいたとしたら、ハードル高くない、気にしなくてもいいかもね。そこは料理するにあたってすごくおいしい。あと、やっぱり、お肉が入ってた。普段ハーブティーだけで飲まれてる方はハーブティーの中で化学植物化学成分を抽出されていただいてると思うんですけど、一石二鳥じゃないですか。皆さんにぜひスープにハーブティーを使うということをやっていただきたいなと思います。今回ここに来るにあたって、はい、様々な出来事があったので感慨深いです。あとはまあ外で食べるっていうのもそうだし、はい、寒い中であったかいスープ、うん、もう二重三重と旨味が増す要素があって、はい、いつもよりすごく美味しくなりました。というわけで今回は鹿島公園からお送りさせていただきました。はい、
それではまたねー。